その声援に応えるように今左の拳を高田ロドリゲスも掴んだ千載一遇のチャンス。さあ金星を狙いにロドリゲスが見ている両者ということになりますが、左から右、まずは井上から試合を打ちの、まあ、完全なメキシカンボクサーということになります、リカルド・ロドリゲス。この分ですね、これですね、はい、距離を縮めて左から右、やっぱり効くって思ってしまいますよね、はい、左上ですが、しっかりとですね、立ち上がりをしてますからね、ロドリゲスとしては非常に軽快な、はい、警戒をしていると思います。今も左から右のストレートを伸ばされてきました、ロドリゲス。最後に左を、なんだという分析について、これは長谷川さんどう感じますか。ボディまで入れたいというふうに次元は話していますね。ここは右のアッパーを使ってきました。チャンピオンサイドはロドリゲスは出てきます。左から右のストレートが効いた、兼ね備えている日本。あっとスイッチしてきました、ね、強さの進化性を見せています。この第2ラウンド、これは相手左ボディだ。左入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですね、井上。井上は一気にいった、左から右のストレート接近戦に引き出してきますね。立てない、これが井上尚弥の破壊力だ。このボクシングは一段となんか強さを感じましたね、はい。